なんもないな。マジでなんもない。まあでもこのまま、下ってくと見知った場所に出てくるんだろうな、これ。きっと。多分ここは行ったことある場所だね。じゃあ今度右壁方式で行こうか。でもここら辺にヒントがあるはず。何らかの。毒ガスがヒントなのかな。それか、毒ガスのエリアにいる、コギロボットに協力してもらうかって感じかな。あ、なんか建物あんじゃん。あ、なんかあるよ。これパーツじゃない？ゴム手袋は少し重たい。わかんないな。一旦、本から破り取ったページみたい。この環境における洗浄溶剤の重要性は重ねて強調すべきである。前章で述べた代替方法を使った青色蛍光体の自然の特性を利用した簡単なレシピを以下に記す。ほう。ね、これ。試薬。酸性ガス。青色蛍光体。よく換気された場所でガスを好みの容器に誘導する。即座に密閉する。ほう。どうも人間、不毛の地でのロボット組み立て及び修理サービスは廃止となりました。質問がある場合は、当主任技術者までお問い合わせください。当主任技術者はあのロボットだね。左のロボットにお話しかけよう。旧化学処理工場へようこそ。設備はすでにほとんど移送済み。はい。あ、もう右、左はないと。この奥、なんでこんな閉ざされてるんだ。え、バールがあれば外せるってこと？それもしかしてだけど。ロボットの目の前で開けていいんか？いい運動になったと。わ、すごい量だ。え、めちゃめちゃいっぱいある。開封せずに、液状蛍光体を容器に注入する。激しく振って反応を呼び起こす。できるだけ速やかに使用すること。物質が分離し始めた場合、さらに振る必要があると。この手順を終えた後は、必ず手を保護すること。以上の方法で生成した酸は、一般的な家庭用洗浄剤よりもやや強力。なるほどね。掃除用のスポンジ。表面がザラザラしているよ。これとさっきの溶剤を使って、サビを落とすってことかな。さっき今、レシピがあったと思うんだけど。溶剤の方はアイテムとしてどっかに置いてあるわけじゃないのかな。ちょっともう一回見させて。この液状蛍光体ってやつを入れないといけないよね。青色のやつか。とりあえずガスだな。とりあえずガスに関してはカラビン。どっかに届くような場所ある？ちっちゃい子でも届くような場所から、どっか出てるかな？ない。ちょっとじゃあ一旦、まだ探索を進めるという意味でも、上側？まだ見れてないエリア行こうか。一旦毒ガスはもしかしたらここじゃなくて、もう一対の方で採取するのかもしれないし、まだわかんないけどね。だから、上側経由で、西の方に向かっていこうかなと思います。動きが早い。任務に参りました。あなたが居住地の守護者と話してるのを見かけた。寄宿舎に到着するまで護衛いたします。ついてきてくれるんだ。寄宿舎ってどこなんだろうな。ここ？来てくれんのかーい。あれ？この建物は見たよね。自信ないな。見たとは思うんだけどな。記憶力がないことに定評があるのって、あ、見てない。森を囲む海が宇宙との境界にまで伸びていた。そんな風に学校で教わったことを覚えている。しかしある時、先史時代の海は後退し、それにより不毛の地が形成された。あれだけあった水はどこに消えてしまったんだろう。ほう、また謎めいたセリフが入ってるが。なんかプラスマークがあるけど。診療所。そんなのあるんだ。建物めちゃめちゃあるね。診療所入ってみるか。どうも有機体で蘇生された人間。診療所へようこそ。負傷の数をスキャンしています。スキャン完了。負傷はなし。必要な治療なし。お大事に。ありがとう。あ、なんか薬箱的なやつがあるね。お、プラスチック注射器。いいじゃん。どうも人間。診療所に入りたいですか？では、そのままどうぞ。これ何？図面？見たいんだけど、詳しく。避難？こんなに急に？信じられない。太陽が死んだと思ったら、今度は仕事がなくなるなんて。ガス取るか。ガラスでガスを取っていこう。一旦この上側、一通り多分建物全部見れてるはずだから、ガスの採取を目的に移動しようか。これ何？はっ、ここだー。このガスを瓶に入れたらいいんでしょ？うん、そうだよ。ゴム手袋つけてね。ナイス。で、次なるメモがある。当初、天然ガスの通気口から放出された有毒蒸気の量に我々のチームは不意をつかれた。ありがたいことに医療チームがすぐ駆けつけてくれた。失敗に終わったものの、最初の調査では不毛の地に関する興味深い観測結果を得ることができた。噴出区域が1つではなく2つあることが分かった。それも高濃度のガスが排出されているにもかかわらずだ。他の区域に拡散していないのはまさに奇跡と言える。生物学者たちはクレータープールの蛍光エビが積極的にガスを吸収しているという結論を出した。海に住むエビもガスが峡谷に流入するのを防いでいると。もしそうだとしたら、我々はこの小さな生き物たちに感謝しなければならない。エビ。青色の生殖エビ、どこにいる？なんかこのとこにエリアがあるが。はっ、もしかしてここ？注射器でいっぱいまで吸っちゃえばいいのかなと。はい。うえ。で、煙リビンと、これだ。食った方がいいよ。色が変わった。これで酸が手に入ったと。よし。これで直せる。トラベル。ハトバ。下のハトバにロボがいて、ロボット、あ、いた。この子に、はい。濡れたスポンジ。こう。他に選択肢がありませんと。よし。お、動くようになった。やったー。ナイス。これでまた役割を果たすことができます。どこに行きたいですか？塔にね。塔に最も近い目的地は、峡谷港番号。内蔵ナビゲーション回路がショートしました。主任技術者ね。わかった。見晴らし台が近いかな、一番。あれ？ここだよね。ハロー。主任技術者。何度もごめんなさい。塔に連れて行ってくれるロボットを見つけたんだ。でもちょっと問題があるみたいで、お姉さんと話すようにって言われて。わかった。その問題って？ナビゲーション回路がショートしたとかって言ってた。ナビゲーション回路だけと、そうみたい。ミーと抹茶で他のところは直したと思う。使えそうなものならあるわと。コギロボットには8000円から物質の位置を特定する能力が備わっている。コギロボットにこれを渡したらバックアップ追跡システムが発動するはず。わーお、なんかめちゃめちゃ綺麗。すごく綺麗な首飾りだね。どうやって作ったの？峡谷で見つけた琥珀よ。琥珀の中に入ってるのは何？黒いクローバーのこと？この世界では一般的な植物よ。それに、はあ、これを手放すなんて私に耐えられるのかしら。プログラムは問題ないと言っているけれど、私はまだ葛藤してる。思い出の品なんだろうな。気にしないで。私の思い出よりもあなたの使命の方が大事。ほら、ありがとう。ありがとう。行く前に俺に、ミーに、何かできることある？そうね、なら、チェスの遊び方知ってる？って知ってるよ。多分。ミーより年上の子たちと遊んだことならあるよ。じゃあ私と遊んでくれる？実はルールあんまよくわかってないと。でも任せて。いいねー。お姉さんすごく強いねって。ありがとう。私の行動に組み込まれてるの。そっか。それってどんな感じなの？ロボットって。他のロボットとも話したことあるけど、みんなプログラムとかコードとかそんな話をするんだ。お姉さんもさっき言ってた。それがどんな感じなのか時々わからなくなるんだって。知ってる。ここにいるロボットはほとんどが制御化されていない。制御化？危ないわよ。ビショップがいなくなった。制御化は複雑なの。そうなの？どんな風に複雑なの？またビショップが一つ。ああ、もう、ニコちゃんのビショップ消えた。制御化されたロボットが何なのかを説明するのは難しい。でも私はそのうちの一人。他の制御化されたロボットは全て別の地域に移された。具体的な場所はわからない。そうなの？ミーの小さな馬さんが、ナイトが。そうだ、他の地域には行ったことある？ここ以外に2つあるって聞いたんだって。昔にね。まだ残っているわ。その時のデータも座標も、それに記憶も。そのうちのどれくらいが今でも存在しているのかはわからない。今は全然違う世界になっているかもしれない。太陽がなくなっちゃったからって。いいえ。もうこの話はしたでしょ。太陽はきっとこの世界を救えない。崩壊は太陽が消える前から始まっていたの。ほう。太陽が突然死んだのはその転換点に過ぎない。その後、急速に状況が悪化していっただけ。じゃあミーにできることは何もないの？チェック。早い。そんな、いつの間にクイーンが遊んだところに。あなたにできるのは旅を終わらせることだけ。ある意味あなたは人々にとって第二のチャンスでしかないの。不毛の地が私にとって第二のチャンスでしかなかったのと同じ。うまくいくという保証はない。でも、チェックメイト決められた。強すぎるだろう。さてと、長いさせてしまったわね。話を聞いてくれてありがとう。無事に帰れるといいよね。すごいね。話を終わらせるタイミングでちゃんとチェックメイト入れて区切ってくるのすごいな。手だれだ、手だれ。よし、行こうか、じゃあ。お姉さんから琥珀をもらった。これがあれば、道しるべになるのかな？波止場。ハロー。おう、これは峡谷の琥珀ですね。記憶が戻ってきました。追跡システムを起動中。コースを設定中。おや、この船は重量をオーバーしています。あなたの所持品をいくつか置いていく必要があります。そっか。じゃあ、バールのようなものはいらないかな。あとはガスマスクと手袋も。あー、これでアイテムがリセットされるんだ。許容範囲内です。それでは出発しましょう。もうだからニコちゃんとこの豆電球だけなんだ。かわいい。マジでこう、ちょいちょいかわいい挿絵入るのマジでいいなぁ。あ、綺麗。到着しました。峡谷です。ありがとう。北の方に村があるはずです。それ以上は何も覚えていません。教えてくれてありがとう。それでは、あなたの使命が成功しますように。帰っちゃうの？はい、持ち場に戻らなければなりません。でもまた一人ぼっちになっちゃうよ。大丈夫です。私は制御化されていませんから。悲しいな、なんか。いきなり建物があるってことは、多分初手でここに入ってってことなんだろうな。